今朝、能登町の宇室小学校に届いたのはカーネーションやチューリップなど5種類の花です。こちらの小学校では地震の影響で体育館が使えなくなるなど大きな被害を受けています。そうした環境で過ごす子どもたちを元気づけようと、地元の花屋さんがバレンタインデーに合わせたプレゼントを計画し、町内の小学校5校で合わせて400本以上の花を贈りました。嬉しかった。このお花は誰に渡しますか？お母さんに渡します。まだまだ先は長いとは思うんですけども、また以前のこの笑顔あふれる能登町に戻れるように、まあ、お花でちょっとでも笑顔になってもらえればと思いますね、はい。一方、家屋の倒壊や断水のため今も50人ほどが身を寄せる七尾市の辰浜地区の避難所では、愛知県から訪れたマジシャン小宮拓郎さんが避難している人たちに手品やギターの弾き語りを披露しました。パラパラパラってやりますんで、はい、お好きなところで、はい、デブって言ってもらっていいですか？はい、いいですか？はい、いきますよ、はい、パラパラパラ、いや本当に言うんですよ。ハートの7でございます。ハートの7、一瞬覚えておいてください。今からハートの7、手を使わずに持ち上げてまいります。皆さん、ハートの7を頭に思い浮かべてください。いきます、徐々に上がってきます。ハートの7、思い浮かべていた、おお、そうそう、お手いただくと7が上がってまいりますというマジックです。本当に水が入ってるかどうか確認してください。入ってますね。それでは321でひっくり返します。皆さん一緒に321お願いします。せーの、321サバー。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張ってください。小宮さんは18日まで七尾市に滞在し、5カ所の避難所で活動を続けるということです。珠洲市を訪れたおよそ20人の災害ボランティア、活動の前に安全の確保が呼びかけられました。作業中の事故というものが何件か続いております。ブロック塀、斜めになってきたものがこう倒れてきて下敷きになったなんてところもありますので、そのあたり少し気をつけながら、周りのですね、安全面確認しながらの活動をしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。その後、ボランティアが訪れたこちらのお宅では、地震で屋根瓦が壊れ、雨漏りが起き、大切にしてきたものが雨水に濡れ、傷んでしまったといいます。これが大事。これが自分が、自分の着物です。成人式の？成人式。振袖だから。とりあえず。はい、すごい。じゃあもう40人とか経ってるってことですか？そうですね。ああ、すごい。すごい。災害ボランティアは県が運行するバスでまとめて派遣されるほか、宿泊環境が整備されていないため、現地での実動時間は1日3時間ほどに限られています。野宿してやってくださいとはさすがに言えませんので、そうするとまあ公的な体育館や、なんとなればもしかしたら倉庫とかですね、そういったところを提供して、でちょっと休んでいただく。長谷知事は今後、国や被災した市や町と調整し、宿泊環境の整備に努める考えを示しました。また県は来週から一般ボランティアが現地から離れる時間をおよそ1時間遅らせることで、実働時間を4時間程度に拡大したいとしています。南寄りの暖かい空気が流れ込み、朝から気温が上がった県内。日中の最高気温は小松で 19.4 度、金沢で 18.6 度など4月下旬並みのところが多く、県内すべての観測地点で今年一番の暖かさとなりました。これでちょうどいいぐらい、これじゃあちょっと暑いぐらいですね。このいや、暖かいですね。全然暖かいですね。多分神戸より ここのが暖かい、金沢のが暖かいんじゃないですかね。気象台によりますと、明日は日本海を進む低気圧や前線に向かって今日以上に南寄りの風が流れ込むため、
最高気温は金沢で20度、輪島で17度まで上がる見込みです。ただ前線が通過する夕方からは雨が降り出し、気温が一気に下がる見込みで、寒暖差による体調管理に注意が必要です。サイレンが鳴り響く中、逃げ惑うのは珠洲市蛸島町で暮らすインドネシア人技能実習生たち。地震発生直後、港近くの寮には16人がいて高台を目指しますが、方向がわからないのか、ひどく混乱している様子がうかがえます。言葉例えばわからなくてもパニックの様子はすごい伝わりましたね。インドネシア出身で金沢市に住む菊間さんと夫の松井誠二さん、被災した技能実習生への支援活動を行っています。実はこれ動画見るたびにちょっと泣きそうなんです。 もし自分が、まあ、今私が日本語わかるからいいんですけど、日本語わからない人だったらどれだけパニックですか。どこに行けばいいかっていうのは、まあ、多分そこまで知らされてないのかなっていうのはあって、最大震度7の大きな揺れに見舞われた能登半島。そこには多くの在留外国人が暮らしています。県内で暮らす在留外国人の数は去年6月末時点で過去最多の1万8000人余り。在留資格別では技能実習が最も多く、特に被害の大きい能登半島の6つの市町には合わせて600人以上がいたと見られています。菊間さんたちが所属する野々市市の NPO 法人、地震の翌日からインターネット上で多言語での相談窓口を開きました。まずやっぱり水、食べ物、そういったものがないというところで、どこに取りに行けばいいのかという相談が非常に多いのかなと思います。 SNS での問い合わせも含め、1日におよそ30件の相談が寄せられたといいます。日本人が手に入れられる当たり前の情報がですね、やはり、言葉、日本語が不十分で、こちらで働いている方が非常に多くてですね、伝わらない。物理的に孤立しているだけではなくて、情報の孤立をしているっていうのを感じられました。この団体では在留外国人のネットワークで孤立する外国人被災者を支援する一方で、個別に物資を届けることを模索。今回奥能登へは菊間さんたちが運ぶことになりました。地震から2週間、金沢市にある技能実習生の寮には奥能登に暮らすインドネシア人向けの物資が届けられていました。これはセレアルみたいな、お湯注ぐだけで、何、生姜も入ってるので体温まります。鶏肉やシリアルなど、イスラム教を信仰する彼らが安心して食べられるハラルフードです。地震の時金沢に滞在していた技能実習生3人を乗せて午前5時、珠洲に向けて出発。奥能登に向かう道路では崩落や家屋の倒壊が至る所で見られます。金沢から4時間かけて到着したのは、スルメイカ漁が盛んな能登町小木港。技能実習生たちの寮では28人が断水が続く中生活しています。地域の避難所に一時身を寄せましたが、
長期化する中で寮に戻ることを決めたといいます。kalau lihat muka ya muka muka baik pak ya berarti itu apa bantuan datang gitu pak。安心しました。なんかクマが来たらクマの顔見たら支援が届くっていう。先行きが見えない中、顔の見える支援が安心感につながっていました。荻を出発してさらに1時間支援物資を乗せ、ひくまさんたちは16人の技能実習生が待つ珠洲市たこ島町へ。彼らとは地震の5日後に最初の物資を届けて以来およそ1週間ぶりの再会です。地震の直後、避難の様子を撮影したドゥイキさん。当時の混乱について、津波が来ることは分かっていました。でも実際に高台に登るには家が倒れていてどこを通ればよいか分からなかった。混乱する彼らに道を教えてくれたのは偶然居合わせた地域の人だったといいます。地震当日、高台で一晩を明かしたという技能実習生たち。その後は避難所で食料をもらうなどして停電や断水が続く寮での生活を続けてきました。珠洲は景色もいいし人もいいし優しくて仕事も順調だった。地震のない町になってほしい。地震から1ヶ月余り、能登町小木港の技能実習生たちを訪ねると、道路環境が改善し物資は届きやすくなりましたが、寮では依然として断水が続く中での生活です。それでも怖かったですね。怖い。でも帰りたくない。でも帰りたくないです。日本で行きたい、仕事したい。人口が減少する中で地域の働き手としての役割を担う在留外国人たち、災害時に取り残さないよう迅速な支援が求められています。能登町にあるブルーベリーの観光農園からお伝えしていきます。実はですね、おととしの8月にも一度私ここ中継させていただきまして、 その時はブルーベリーのシーズンということもあったので、うん、はい、もう緑も本当に濃くてブルーベリーがたくさんなっている状態だったんですが、はい、今、まあ、シーズンオフの冬ということもあって、うん、今はブルーベリーの実というのは確認できないんですが、うん、花芽、つぼみのようなこうぷっくりとした芽があったので、これがこう花になって、うん、その後こう実になっていくということで楽しみですね、はい、こういったブルーベリーが夏に収穫できるので写真見られますでしょうか、はい、うん、あ、本当にこの柳田のブルーベリーぷっくりしてね、大きいんですよ。これがこの夏も楽しめると思うと、そうなんですよ、ワクワクしますよね、うん、色もいいね、とっても美味しかったです、はい。さあ、ということでここからはですね、お話をこちらの、まあ、農園を管理されています平美幸さんに伺っていきたいと思います。こちらにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にこう柳田のブルーベリーって美味しいんですよね。ありがとうございます。実が大きいですもんね、はい、はい、今こちらって大体どれぐらいの畑広さあるんですか。そうですね、大体1ヘクタールの大きさの畑になります、はいはい、そこにどれぐらいの木が植えられているんでしょうか、はい、ここには大体900本の木が植わってます。900本、結構数が多いんですよね。そうですね、なのでこう夏シーズンになると家族連れですとか本当全国各地からお客様がいらっしゃってブルーベリーの摘み取り体験とか、はい、堪能できるということなんですよね、うん、で、あの平さんがこの能登町柳田という場所であのブルーベリーの栽培を始めたきっかけになったのが、まあ、お父様の畑をこう受け継いだことだったと思うんですけれども、うん、はいはい、その畑が今回、まあ、地震で大きな被害を受けてしまったということなんです。
この畑を受け継いだのって今からどれくらい前になるんですか？今から13年前ですね、はいはい、13年前、大事に大事にしてきた畑がかなり大きな被害を受けていまして、どういった状況になってたんでしょうか？そうですね、発災後、2週間ぐらいしてからでしたかね、はい、うちの農園の管理のスタッフが見に行ってくれて、でその写真を私見せていただいたんですけど、うん、初めて見た時は本当に自分でも私が見てもこの写真がどの場所なんだろうってわからないぐらい地形が変わってしまっていました。もちろんこんな斜めになって山みたいな状態ではなくって、うん、はい、畑が広がっていたんですよね。そうですね。そして周りにある畑以外のこう、うん、ネットですとかそういった設備、そういったのも、はい、はい、そうですね、ブルーベリーの木と周りのネットと、はい、あとイノシシよけの電気柵など、うん、そういうのも流されていました。これは今後こうどうしていこうという目処というのは今立っているんですか？そうですね、今から調査が入りまして、はい、で復旧に向けて話をしていくような段階です。あ、じゃあもう本当に平さんの中ではもうお父様からの畑は、はい、もう立て直して2回ブルーベリーを育てていくっていうのはもう決まって、そうですね、はい、収穫をまた続けたいなと思ってます。はい、で今回ですね、そのこちらの畑今まで観光農園としても使っていたということなんですが、まあ、ここ、まあ、出荷用のブルーベリーのこう、はい、収穫用にするというかそういったふうにまた決めている、ね、ということなんですよね。はい、でこちら の, 畑の方も、まあ、そんなに大きなこう被害がなかったんじゃないかなって、うん、皆さん見えるかもしれないんですけれども、結構大きな被害っていうのはありまして、はい、もうちょっとね奥に行きますと地割れが起きて地面がね割れているのが分かるんですよね。見えますでしょうか？大きくこうひびが入ってしまっています。でこの地割れというのがこの先奥の方まで続いていまして、皆さんこれって木の成長とかには問題ないんですか？そうですね、何本もよく見たら亀裂が走っている状態 で,、はい、で今しっかり木が立っているように見えるんですが、はい、ここから雨が浸水して、はい、木にこれからどのような影響になるか、もしかしたら枯れてしまうかもしれないとか、はい、あるかもしれないっていう、はい、ですよね、こうまだ先がしっかりこう見通せない中でもですね、はい、平さんとしては今後前を向いても歩き出しているということで、美味しいこのブルーベリーをどうにかまた届けたいという思いで加工が始まっているということで、はい、ブルーベリーの、まあ、人気の商品の一つでもありますブルーベリーソースというのがこちらで作っていたんですけれども、それをまた作り始めたということなんですよね。はい、どちらでされているんですか今作業は？はい、今は金沢の清志農園さんっていうところで、はい、製造をお願いしています。あ、そうなんですね、はい、そこはもう被害がなかった場所でもうみんなで作ろうということで、はい、最初は周辺の能登町 の,、はい、製造の方にお願いしてみたんですけど、はい、皆さん同じ状況で断水もいつ目処が立つかわからないっていう状況で、うん、ね、農業女子仲間の金沢の清志農園さんに相談させていただいたところ、はい、心よく、はい、了承を得ました。で量もかなりすごいんですよね。はい、これそうですね、いつもは平さんと数名のスタッフの方だけでされてた作業、はい、そうですね、はい、めちゃくちゃ大変だったんじゃないかなっていうのを改めて感じました。でもこれで、はい、皆さんの元にまた美味しい加工品ブルーベリーのソースやジャムが届くということなんですよね。はい、あとはまあ、ご存知の方も多いかもしれないんですがウフフドーナツで、はい、昔からブルーベリーのドーナツで出されてたと思うんですが、はい、またそこで商品の、そうなんです、はいはい、発災後すぐにご連絡いただいてウフフの志賀社長さんに声をかけていただいて、ブルーベリーの商品だとかオンラインショップの代行運営だとか、はい、すごく助けられています。いやでも本当にこうやって全国、ま、県内からも支援というの輪が届いていますけれども、はい、うん、最初にこう手差し伸べてもらった時のお気持ちってどうだったんですか？本当に自分では何もなんていうかこのブルーベリーのこととか事業のことは一切考えられないような状態だったので、うん、はい、志賀さんのおかげで事業のことを進められるようになったし、もう本当に導いてもらって背中を押してもらって、うん、本当ありがたい、感謝しかないです。もう今は畑をしっかり立て直してまた全国の皆さんにこのブルーベリーを堪能してもらおうという、はい、また前向きな気持ちで頑張っていらっしゃるということです。はい、皆さんでは最後にちょっとテレビの前の皆さんにちょっとメッセージをお願いいたします。はい、地震直後から皆さん、たくさんの皆さんに支えていただいて、本当毎日たくさんの人に感謝して一月過ごしました。今もウフフさんに助けてもらったり清志農園さんに製造
続けてもらったりして、そのおかげで皆さんにブルーベリーをまた楽しんでいただけているような状態です。本当にありがとうございますと伝えたいです。で、今年の夏また収穫をして、待っている方にブルーベリーを届けたいなと思って頑張っています。はい、今年の夏ってなんかそんな早く食べられるんだって嬉しく思っている方も、ね、多くいらっしゃると思います。クラウドファンディングなどもされて皆様からのご支援というのを求めているということですから、はい、また美味しいブルーベリーのために皆さん手を差し伸べながら頑張っていただければなと思います。今日お忙しいところ本当にありがとうございました。ありがとうございました。今朝能登町の宇出小学校に届いたのは色とりどりのカーネーションやチューリップなど5種類の花です。こちらの小学校では地震の影響で体育館が使えなくなるなど大きな被害を受けています。そうした子どもたちを元気づけようと地元の花屋さんがバレンタインデーに合わせたプレゼントを計画しました。嬉しかった。このお花誰に渡しますか？お母さんに渡します。まだまだ先は長いとは思うんですけども、また以前のこの笑顔あふれる能登町に戻れるように、お花でちょっとでも笑顔になってもらえればと思いますね。はい、今日は合わせて400本以上の花を町内の小学校5校に送るということです。被災地での復旧活動については発生直後から駆けつけている専門的なボランティアに加え、県が事前登録を受け付けている一般のボランティアによる活動も始まっています。しかし一般のボランティアは県がバスを運行しまとまって派遣されるほか、宿泊環境が整備されていないため現地での実働時間は1日3時間から4時間に限られています。野宿してやってくださいとはさすがに言えませんので、そうすると公的な体育館や何となればもしかしたら倉庫とかですね、そういったところを提供して、でちょっと休んでいただく。長谷知事は今後国や被災した市町と調整し宿泊環境の整備に努める考えを示しました。また県は来週から一般ボランティアが現地から離れる時間を1時間から1時間半程度遅らせて実働時間を拡大するとしています。まずは JR 七尾線です。はい、明日から七尾駅和倉温泉駅の間で運転が再開され、およそ1ヶ月半ぶりに全線で開通となります。ただ七尾和倉温泉駅の一部区間では速度を落として運転を行うため運転時刻が変更となります。はい、ですから運転の時刻はチェックしていただく、調べていただくという形になります。はい、お願いします。そして能登鉄道も明日から七尾駅から能登中島駅の間が再開します。はい、能登中島駅から穴水駅の間は4月上旬に再開する予定です。いや、能登鉄道も七尾線もすごい被害を受けてたので、職員の皆さん本当に頑張ってくださったなっていうのが分かりますよね。こんなに早く再開できるとは。努力の賜物ですね。はい、で道路の情報もありますね。はい、能登里山街道です。青色に塗られている部分は通行止め、はい、そして黒色で示している部分は通行ができる通行可能区間です。はい、で赤色で示した部分は緊急車両などのみ和島方面への通行が可能で、明日からは地図に示しましたように横田インターチェンジから越の原インターチェンジ間でも緊急車両の通行ができるようになります。はい、ですからちょっと分かりにくいんですけれども、緊急車両じゃない方が見ていただくには黒色のエリアは走行することができると。はい、できる一般車両が、黒色のところは通行することができます。できると。ですから、柳田からはいわゆる下道を通って、穴水まで行くという形に、これまで通りということですね。そこはこれまで通りです。はい、確認していただけたらと思います。はい、そして郵便に関してなんですけれども、こちらも明日からの情報です。はい、奥野と西2丁8つの郵便局宛ての U パックの引き受けと引き渡しが再開します。輪島市は輪島、門前、町野の郵便局、そして珠洲市は珠洲郵便局、
能登町は能登、松並、柳田の郵便局、穴水町は穴水郵便局です。珠洲郵便局と穴水郵便局では土日と祝日も対応しているということです。はい、せーの、せーの、あ、バッチリです。子供たちのあの笑顔を見たらね、こっちまで元気になりますね。お花の力でまた能登町に笑顔が戻ればなと思ってます。加賀市で開かれたこの相談会は県が初めて開いたもので、仕事の悩みを抱える二次避難者に求人情報などが紹介されました。収入が全くない、はいはい、でもなんか次の二次避難所が次どこになってますか、これちょっとどうなるかな。700以上の求人が寄せられていて、次の住まいが決まるまでの一時的な仕事や住宅補助付きの仕事などもあるということですが、相談に訪れた人からは不安の声も聞かれました。まず金沢に今アパートを借りるんで、金沢周辺で仕事するか、地元戻って、お仕事するか、真っ当市に住む予定なんで、まあ、そっちの方に行って働く場所があればいいねっていう。石川労働局によりますと、今月9日までに1796件の相談が寄せられているということです。相談会は明日は金沢市で、20日に穴水町で行われます。こちら珠洲市のボランティアセンターです。たった今、災害ボランティアを乗せたバスがこちら珠洲市に到着しました。また先ほど10時32分ごろ、能登地方で最大震度4を観測する地震がありましたが、こちら珠洲市ではほとんど揺れは感じませんでした。しかし今も突然の揺れに警戒しながらの復旧作業が続きます。今日珠洲市を訪れたボランティアはおよそ20人です。金沢市内からバスでおよそ5時間かけ、ここ珠洲市に到着しました。ボランティアはこの後午後3時ごろまでおよそ3時間活動を行う予定だということです。一方、七尾市では4日前、瓦礫を片付けていた60代の男性がブロック塀の下敷きになり心肺停止の状態でしたが、その後搬送先の病院で死亡していたことが関係機関への取材で新たに分かりました。昨日までに石川県では珠洲市では8つの市と町で活動を行った災害ボランティアは延べ2200人以上に上り、今後も活動が続けられる中、石川県はボランティアセンターに対し、活動を行う建物に倒壊の恐れがないか建築士の助言のもと事前に現地で調査をするなど安全確保の対策を図るよう求めたということです。余震の恐怖が続く中、安全確保をしながらいち早い復旧作業が求められます。息子は何たら九州来るかって言うんやけども、どうも九州までね、奥様は去年のね6月に亡くなったんですよ。石垣へ勤めてからことを納めしようと思って、祭壇そのまま置いたら、その祭壇もこんなになってもって、
だからなおさら人借りってやりたいんやけども。若い時は自分勝手なことばっかりやっとって何も撤退してやれなかったことを今後悔してるけど、今年の6月には扶養してやりたいなと、だからそれまで頑張るさかいに天国のどの辺まで登って頑張って登っていってるのかなと、ここはいいです。サンドのご飯も当たってちゃんと本当に本当に至れり尽くせりでいいとこです。ボランティアの方も皆さん親切やし、でもまあね、ふるさとはもう何も戻りたいわね。あの頑固なボハーでも全部潰れたし、鳥居も潰れたし、何も潰れてもってやった。本当に一瞬にして全て失ってしまったわ。牛も帰られんし、ねえ、何の楽しみもねえなったね。私は畑も行ったり、山も行ったり、海も行ったりしとったけど、全てを失ってしまったね、一瞬にして、ねえ。ふるさとなぶね、道路も早く、いがにね、ひび割ればっかりだから早くよくなって、海も元の姿になってほしいし、山も畑も全てが元になってほしいのを願っています。県の教育委員会では奥能登の被災地から離れて避難生活をしている高校 1,2 年生を対象に、今月2日から県文教会館を会場にした学習の場を設けています。ここでは在籍する高校のオンライン授業や教員による対面授業が行われていて、今日午後は高校2年生25人が出席し、数学の授業が行われました。また金沢大学の学生ボランティアも参加し、生徒からの質問に答えるなどして授業の進行に一役買っていました。十分な授業もできているわけではないのですけれども、一歩一歩前に進んでいるという意味で、本当にこういう場を提供してくださっているということに関しても感謝の気持ちでいっぱいです。県文教会館での授業は来月15日まで行われる予定です。